皆さんこんばんは、水野優香です。今日はリクエストで私の家のルームツアーが見たいっていうコメントをいただいたので、いつも撮影で使っている衣装部屋ご紹介したいと思います。まあ、うち自体が本当に全体的に小さい家なので、ここの部屋もね6畳ないぐらいの 5.8 だったと思うんですけど、そのくらいのお部屋です。よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。では衣装部屋に入っていきたいと思います。オープン。はい、こんな感じになっています。でまずここに入るとこれ見えますね。これはですね、ちょこちょこ動画で映り込んでるかもしれないんですけど、ニトリのアートパネルになります。このね、生きる、笑う、愛っていうね単語がいいなと思って購入しました。でこれは実はこの後ろにコンセントがあって、これをね目隠しするためにこれはこのように置いてます。でこの反対側にはですね、もうよく使う無印良品のコロコロと、あと無印良品のウェットティッシュケースにお尻拭きが入ってます。これでねちょっと床を拭いたりとかホコリを取ったりとか、ささっと掃除するときに使います。では中を入っていくとこんな感じです。はい、ここはねいつも撮影で使ってる壁なんですけど、うちはね2012年にこの家を購入して、この壁紙はね張り替えました。このアンティークな木目がすごい可愛くて、プロの方にお願いして、はい、こんな感じでね全面実はこんな風に木目の貼っています。はい、で全身鏡がここに置いてあるんですけど、この鏡は三宿にあるザ・グローブっていうカフェとねインテリア、アンティークのインテリアが売ってるショップで一目惚れして購入した全身鏡になります。でここにね毎朝測るからタニタの体重計置いてあります。であとはこの部屋の一番の特徴はこのスライドドアのクローゼットになります。これ実は最初建て売りだった時はついてなかったので、リフォーム会社にお願いして38万円かかって作ってもらったものです。これちょっと開けた感じ今からお見せします。これはね本当に、はい、こういう感じで主人と私の洋服がね全部ここに入ってます。でこっからここまでが主人ので、下もねここまで、この6個が主人ので、ここは私のコーナー、はい、ちょっと長いのはね引っかかっちゃってるんですけど、ここにピッツの一番深いタイプの収納ボックスがあって入れてます。で、まあ、ここが私の洋服が入ってて、ハンガーは全部ニトリで、ニトリの滑らないハンガー、これをワンピースとかちょっとテロテロしたものはこういうのにかけていて、こういうねニットとかは全部ニトリのこのハンガー、肩が直角にならないようにかけてます。これね本当に便利、ハンガーは全部その2つで統一してます。そうすると小スペースになるし、ここがね綺麗に統一されてる方がすごく見た目が綺麗になるなと思ってそうしてます。これもねニトリのサシェ、これをここに引っ掛けて置いてます。もうねいつもだいたい110から120%ぐらいパンパンに入ってるんですけど、なかなかね減らせなくて困ってます。でこっち側が主人のアウターと私のアウターが入ってます。でこの下には衣替えするアイテムがここに入れてあって、あとここにね帽子とかこんな風にささっと入ってます。だからだいたいここにかかってるか、このフィッツの中にこう畳んで入れられるものは入れてます。
こんな感じでね、全然綺麗じゃないんですけど、こんな感じで入ってます。これは本当に家を建ててすぐ作ったんで、作ってよかったなって思うものです。結構ね、縦売りの物件って全然収納なくって困るんですよ。しかもここって3階の部屋なので、実はね、ここがね、斜めの壁になってたんですよ。すごい斜めの壁になってたんで、これって家具置くときにすごい難しいなって思ったんですよね。この斜めをいい感じに利用して、ここに全部ポールつけてもらったんで、すっごいね、便利で、これがなかったら私も洋服好きだし、主人も好きなので大変なことになってたと思います。はい、お次の収納がこちらです。ごめんなさい、全部入りきらなくて。はい、これはとうちの娘のちびりん用に後から購入したIKEAの商品です。ここにもね、鏡があるので、あとこっちに全身鏡が1個ずつあるので、こうね、運動するときにね、横からも前からも見れるので、とても便利です。ここはね、もう本当にこんな感じで、もうね、うちの娘ちゃんがこういうドレスとかプリンセスの衣装とか大好きなので、たくさん入ってます。で、下にはこのアウター類が入ってたりしてますね。で、こっちも本当もうパンパンにお洋服が入ってて、もう大変な感じです。で、綺麗だったかな。この間ちょっと前に衣替えした、あ、ぐちゃぐちゃ、ごめんなさい。これパジャマ類が、パジャマとかちょっと水着とかが入ってて、ここには肌着とかトップスをこうバンと入れてます。で、下にはレギンス、ズボン、スカート、こんな感じでね、もううわーって入ってます。結構ね、自分でも買っちゃうんですけど、お下がりもたくさんねもらって、そういうのもちゃんと入ってるので、結構な量入ってます。もう一つの収納はこちらです。 IKEA で買ったと思う IKEA の商品です。で、この上にいろいろ載せていて、まずね、もう長年愛用してるのはこのメガネスタンド。これはですね、くるくる回ってめちゃくちゃかけられるので便利。ここに主人のと私のメガネをちょっと置いてます。で、あとはアクセサリーはこれですね、動画でもお見せした、これはダイソーと無印のね、シンデレラフィットする入れ物。よいしょ、こんな感じで。もう私ピアスが大好きすぎるので、ほぼ全部ピアスです。こんな感じでたくさんアクセサリーをね、収納してます。で、これもね、無印購入品でご紹介したアクセサリースタンドケース、ここにもピアスを入れてます。で、あとはこれは結婚指輪、私は結婚指輪がティファニーなのです。でもね、私指輪苦手で全然普段つけてないです。で、これは主人のもので、これも主人のお金で、あとはここにね、時計、ババッと、両手じゃないと開けられない。はい、ここにはね、あ、また閉まっちゃった。はい、こんな感じで私と主人の時計が入ってます。はい、で、これ主人の靴下とかパンツとか、あとはハンカチとか、そういうものが入ってます。ここが私の段で、ここにね、ヒートテックとか靴下とかレギンスとかタイツが入ってます。で、ここはストールとかが入ってて、一番下はジビリンのパンツとか靴下がやっぱり入ってます。で、この横にあるこのカゴはニトリで買ったと思うんですけど、お家で着てる部屋着とかをババッと入れる一時保管的なカゴです。で、この下は主人のなんか書類とかが入ってて、なのでちょっと開けられないんですけど。で、この部屋はね、ちょっとデッドスペースがここにあって、あ、ここにね、ボディクリームとかちょっと掃除グッズとか、あとは日焼け止めとかがある感じで、ここにね、YouTube でもう絶対必要なこういう三脚類があって、ここにね、この棚がついてたんですよ、この部屋の。
でこれが半分の棚で結構使いづらくって、しかもこっち側に開くから本当に物が置けなくて、うまくで、ここにカバンがもうドサッと適当に収納されてます。もうほんとカバンをうまく収納するのが全然できなくて、こんな感じでまとまっちゃってます。あと天井にあるこのシャンデリアはもうね、今なくなっちゃったんですけど、青山のベルコモンズでシェリートライフルっていうお店で購入して、この雫型のねオーナメントにすごい一目惚れして、これは購入しました。うちはね、全体的にお家がコンパクトというか小さいので、基本的に白を多めにしてちょっと空間を広く見せるように心がけてます。でもね、本当にこの衣装部屋はなかったらすごい大変だったと思うから、作ってよかったなっていう思うお部屋の一つです。特にこの収納がなかったら大変。今後家買う人とか住む前にこういうものを作っとくととても便利だと思います。あ、でこの床、いつも出てくるこの床は実はこれもクッションフロアを自分で貼りました。家の中でね、やっぱコーディネートの撮影とかしたかったりするんですけど、フローリングに直に乗るとこうヒールでね傷つけてしまったりとかするのも嫌だし、やっぱりフローリングができるだけ傷つかないように汚れないようにこれを敷きました。でもこの柄ね、すごいね、もう5年ぐらいこの柄で使ってるんですけど、飽きずに可愛くて結構ずっと気に入ってます。ちょっとこれ楽天ルームに新しく貼り付けておくので、よかったらチェックしてみてください。初のルームツアーやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。もうほんとね、そんなめちゃくちゃおしゃれな家とかいうわけじゃないんですけど、私なりにね8年住んでいろいろ試行錯誤して作った衣装部屋になります。見てこのニキビできて本当に嫌だ。でもね、ほんとこの今ねウイルスで外に出られないので、ちょっとリビングとかいろんなところを綺麗にしていこうかなと思ってるんで、綺麗にしたらまた別の部屋もルームツアーしようと思ってるので、見たいなって思ってくれた方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。